ヘルマン・パウル・ミューラーはドイツ出身の元レーサーである2輪と4輪の双方で活躍した。ビーレフェルトで生まれたミューラーは1929年からオートバイレースを始め、1937年からはアウトウニオンのレーシングドライバーとしても活躍した。1939年にランスグーで4輪のヨーロッパ選手権の一戦として開催されたフランス GP で優勝を飾った。 この年のミューラーはチャンピオンシップにおいてもポイントでリードしていたが選手権終了後2週間足らずで第二次世界大戦が勃発したためにエックアからこの年のチャンピオンについての公式発表が行われず後にドイツモータースポーツ機構の理事長はヘルマンラングをチャンピオンとすると宣言した二輪レースでは1955年に NSU のマシンで ロードレース世界選手権の 250cc クラスチャンピオンとなっている。1975年インゴルシュタットにて死去。1950年から1968年までのポイントシステム。ありがとうございます。